覚悟はできてますか？はい。緊張してきた。皆さんに聞きますが、足つぼやったことはないんですよ。ないの？はい。ない人ばっかですね。気になってたんですけど、なんか怖くて。なんで今めちゃくちゃビビってます。急になんか硬くなったよね。大丈夫ですか？大丈夫です。今日は何をすると言って、なんか僕は社長に疲れを取るようにという部分。体の歪みを改善的な感じで。お、なんか優等生の回答を、はい、聞いたんですけど、はい、まさか、やっぱ基本は足の裏なんですかね。いい質問です。その通りです。心臓から一番遠いので、はい、ここが終点だけどもここがスタートになります。心臓は血液をここへ送ろうと思って動いている。でここを緩めてあげることで全体が緩みますよというふうに取ります。おお、大丈夫じゃないですか。あ、この人大丈夫だ。意外と大事。大丈夫と思って。大丈夫、大丈夫じゃないな。痛い。深呼吸。あ、すいません、自己紹介お願いします。あ、デラの7期生の藤本みなみです。趣味はカフェ巡りとディズニーとアニメ鑑賞です。はい。ここは何ですかとか聞いてよ。そこは何ですか？心臓です。心臓が悪いのかな。行って大きいのね。パーとか言っちゃう。アイドルでしたよね。あ、そうです。え、私は何担当なんですか？私は、はい、やっぱデラの最年長26歳なんでセクシーお姉さん担当です。もう一回お願いします。もうできない。あ、やっぱり喉お疲れです。ゴリゴリ言ってるでしょ。ゴリゴリ言ってますね。わかる。え、なんでゴリゴリ言うんですか？そこなんかあるんですか？声を出すお仕事ですか？そうです。知らなかった。こんな金髪でアイドルなんですよ。ね、セクシー担当なんで、ね、ってる。そうなんですよ。グラビアをやらせていただきまして、やらせていただいてまして。なんで検索すると出てきますか？ツイッター？あ、私の活動ですか？はい、そうですね。まあ、藤本みなみと検索していただければもう大体のことは出てきます。あ、そうですか。お願いします。そうですね。今までヤングチャンピオンさんと、はい、マンガアクションさんと、はい、最近ではヘアのカットのヘアショーに出させていただいて、はい、S かわいいさんという雑誌に出させていただいたので、売れっ子ですね。いやいやいや、もう皆さんのおかげで、もうこんな。ほら、やっぱり痛みに強い。あ、全然指は大丈夫ですね。ね。食べ過ぎ？え？食べてない。食べてます。アイドルだからね。めちゃめちゃ食べてます。そんなに睨んで。食べてたらどうなるんですか？痛い。と、腰。腰っていうのがいくつか、ここのかかとのところも腰、このラインも腰、こっちは腎臓と取るんですが、このラインで痛いですねということ。そうとここをこう、そこはちょっとやめましょう、痛いんで。なるほど。なんか裏も表も痛いですね。編集するの大変だから。どんどん長くなっちゃいますね。あ、疲れた。痛い。で、私のこの先の野望は、誕生祭も終わったし、野望は、はい、そうだな。痛すぎて考えれない。カメラ目線でどうぞ。野望は、はい、舞台に出てみたいです。おお、はい、どんな系の？演技とか学んでみたくて。あ、次の目標はそれです。目標の、じゃあ女優さんは？あ、そこはもう最終の目標ですね。あ、女優さんになるのが目標。あれ、黙った。恥ずかしいな、なんかそんなこと言うの。ドーンと言ってかなきゃ。言って。言えない。女優になります。うわー。
どうした社長に言っとくよ、女優になりたいそうですって、演技の勉強もしたいんで、こっそりそんな感じで、はい、で憧れの女優さんは、目標は誰？私、乃木坂46さんの白石麻衣ちゃんが好きで、がアイドル卒業してからも女優とかバラエティとかもうすぐいろんなことでモデルさんとか活躍してるんで、もう本当に人生の目標ですね。顔も見た目も性格もスタイルも、はい、頑張れ、はい、頑張ります。頑張るぞ。目標は高く、高くね、はい、そうだ、ちゃんと言って有言実行。そうですね、うん、まずは再生回数お願いします。おさすが。あ、もうちょい頑張って。もうちょいですか。ふくらはぎのところがすででほらそこなんですよね。え、なんか足が細くなるのに関係ってあるんですかね。あります。そういう凝ってるのに、はい、なんかもうずっと高校から変わらなくて、うん、なんかマッサージとかしたら変わるんですかね、そのツボとか。血流が良くなるのと、ただ、まあ、ちょっと真面目に言うと、やっぱり最初の足の長さが違う、要は足の長さが違うわけじゃなくて、骨盤が歪んでいますよ、うん、でこれがまっすぐになれば代謝も上がるし、本来の状態になる、うん、そうすれば余分なところで負荷がかからなくなるので、そこ大事です、細くするのにも、うん、まずそこから。なるほど。で歪みが横脚を作ったりもしますので、よいしょ。大丈夫大丈夫。死ぬ。女優になるでしょ。そうだった。女優に。ああ痛いな。その前に単独で写真集出さないですか。素晴らしいですね。それも気にします。まずは。なんか涙目になってきたよ。泣こっかな。泣くの得意なんで。そう。あ、熱い熱い。花粉症ですか。あ、そうなんですよ。花粉症で。あ、ジンジンしてきたね。よいしょ。はい。終わりですか。そんなに逃げなくても。いや、もう私はやる予定ではなかったと思って油断してました。やらないと思って。何でもパッと対応できるね。あ、そうですね。いつどこにチャンスが転がってるか分からないからね。そうですね。足つぼチャンスですね。足つぼチャンス。これはチャンスなのか。今ボキボキいってる。詰まってましたね。詰まってましたか。はい。本当に痛いんですね。なんかよく痛いみたいな暴れてるのを見て。だって演技でしょ。泣いてるのも花粉症だからでしょ。そうです。いや全然余裕でしたよ。だから大丈夫だ。怖い怖い。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。